どうも、タカオヌスです。現在開催されているイベント、幻想郷オブザデッドですが、24日0時より全探索が開放されましたので、難易度ルナティック1ウェーブ探索で周回場所をピックアップしていきます。毎度のことながら、イベント探索の目的は金素材ドロップ目当てです。周回場所は可変を重視してください。指南書に関しては一番ドロップ率が高いですが、イベントポイントを交換所で大量に交換可能なため、優先度は低いです。意識するなら道場でのスキルレベル上げに一番使用頻度が高い構成指南書を意識しましょう。2番目に使用頻度が高い防成指南書と合わせて構成防成の組み合わせだとベストです。可変に関しては巻物と指南書の中間程度のドロップ率ですが、巻物パックのような課金パックもないですし、昇格だけでなく絵札強化にも大量に使うため、こちらを軸にして探索場所を選ぶ感じで良いです。巻物に関してはドロップ率が一番低いので、イベントポイントをカンストするようなヘビーユーザー向けの周回目的となります。だいたい100探索で1個から2個巻物金素材がドロップすれば良い方です。狙い目は枯渇しやすい竜、虎、雲、蛇です。早速周回場所をピックアップしていきます。星1キャラ適正に関しては裏キャラを作りやすく、スキルに解放だけで周回に使える用務をメインに引き合いに出します。ラストワードの絵札は貫突、幽玄の剣聖、陽光、陰光もある程度プラスしています。まずバンブーレスキュー、こちらは構成防成指南書、そして攻撃式回復式と昇格素材が被る菊埋め可変、そして巻物は雲の巻の組み合わせです。可変の副産物を考慮したらおすすめ度は中程度です。敵はエイリン1体、体力は12万とやや高め、月属性耐性のため星1用務だと厳しいので有利属性で対応しましょう。次は迷いの竹林の底から、こちらは人間キャラが多い妨害式によく使い、絵札強化にも需要が高いラン滝の組み合わせで、巻物は蛇です。敵は2体出現で体力は両方6万7千、ここなら星1用具でも周回できるため周回しやすさも考慮するとおすすめ度は高いです。次はケース6、こちらはバンブーレスキューと指南書可変が被りますが巻物が微妙です。敵は3体、ルーミアと鳥巻2体、鳥巻の体力が低めですがバンブーレスキューと同じくルーミアの体力が高く、月属性耐性があるため星1用務では周回が厳しいです。バンブーレスキューを低コストで周回できるキャラがいればあえてここを周回する必要もないでしょう。おすすめ度は低いです。次はチームエイリンの主人、こちらは構成指南書、破壊式、そして最近優遇されている速攻式に必要で、さらに絵札強化にもよく使う菊竹可変の組み合わせ、巻物も激アツです。素材の組み合わせだけ見ればおすすめ周回場所の一つになるでしょう。ただし敵の体力が16枚以上、有利属性の星1用務でも倒せるか倒せないかのギリギリのラインでしたので、低コストであればおとなしく有利属性の単体ラストワード持ちで対応しましょう。低コスト全体ラストワードでも有利属性かつ特攻が刺さるキャラであれば良いかもしれません。次はセイガの秘密基地です。こちらは完全にバンブーレスキューと素材が被ります。敵はセイガ1台、体力も16万8千と高く、星1低コストだと全体ラストワードであれば有利属性かつ特攻が刺さるキャラか、有利属性かつ単体ラストワードをぶつけた方が良いでしょう。バンブーレスキューを低コスト周回できるならこちらをあえて選ぶ必要はないです。ここまで1ウェーブ探索を難易度ルナティックでピックアップしてきましたが、低コスト周回にこだわるなら難易度をハードに下げて周回するのもありです。イベントポイントに大きな差はなく、ドロップ率も体感ですがルナティックハードそんなに変わらないという報告も受けていますし、私自身もそう感じています。例えばチームエイリン出陣を難易度ハードに変えると2ターンにはなりますが、星1無凸コスト5のネムノで周回できたりします。また今回のイベント交換所にイベント後半も含めて再戦レイポイントが追加されます。追加分を含めて交換すると既存の報酬に必要なイベントポイントと合わせ合計で110万ポイント必要になります。交換所にはいらない報酬もあるので必ずしも110万ポイントまで貯めて全部交換する必要はありません。基本的にはガチャに必要な再戦を最優先に交換すると良いでしょう。再戦を
取り急ぎ交換してしまうと賽銭箱から回収できなくなるため、イベント終了後交換期限8月13日10時59分までに賽銭を交換すると良いでしょう。以上、参考になれば幸いです。